今回は制服アワードで MC を務められた児玉さんと須田さんにインタビューを行っていきたいと思います。それではまずお二人にお聞きしたいのですが、 MC をまずやってみての感想をお願いします。そうですね、私今回が第9回に引き続きで2回目なんですけれども、前回サブだったのが今回は、メインの MC ということで、読む分量ですとか役割も増えてすごく緊張しました。私は初めての MC ということで本当に緊張していたのですが、児玉さんのおかげでたくさんリードしていただいて、はい、楽しんで務めることができました。お疲れ様です。今回の司会で意識したことを教えてください。そうですね、私はとにかくその正しく読むっていうことも大事なんですけれど、場の流れを見て司会進行としてスムーズな進行ができるようにっていうことを意識しました。私も児玉さんと同じで、全てが台本通りに進むというわけではないので、どうしたら今一番スムーズに進行できるかというのを考えて、はい、務めさせていただきました。はい、ありがとうございます。それでは今回の MC の中で特に大変だったことなどありますでしょうか。そうですね、私は VTuber の一条みりんさんという方との中継がすごく印象に残っていて、前回はなかった企画だったので、どういうふうにコミュニケーションを取っていくか、間の取り方ですとか、それがすごく難しかったかなと思います。はい、私はとにかく今回人の名前ですとか会社の名前とかたくさんの個人名を、はい、言わせていただいたので、とにかく間違えないようにというのを、もちろん練習もたくさんしましたし、本番でも十分気をつけて挑みました。逆に今日ここうまくいったなって思ったところありますか。そうですね、私としてはそのステージの裏での少しちょっと出演者の皆さんとのコミュニケーションですとか、そういったものを取る機会があって、そういった部分からもサポートできたのが良かったかなと思います。はい、私もそうですね、実際裏でお話ししてみると、受賞者の皆さん本当にフレンドリーで優しくて、そういった交流ができたのは本当に嬉しかったですね。やっぱり舞台に立つと皆さん緊張されてたので、そういったその皆さんの笑顔を見れたっていうのは、 MC としてなんだかその距離を縮められたようで、はい、すごく嬉しかったです。はい、それではじゃあ今回の MC に向けて何か努力したこととか練習してきたこととか、何か役立った経験とかありましたでしょうか。そうですね、私は今回台本をいただいた後に事前に説明といいますか、流れを説明した動画をいただいたので、その動画を見ながら本番のシミュレーションというような形で練習を進めました。はい、私も事前にいただいた動画や資料を何度も確認して、当日の流れをなるべくインプットした状態で、はい、挑ませていただきました。児玉さんは今回が2回目の司会ということで、はい、前回と比べてここ成長したなって思ったところありますか。はい、成長と言えるかどうかは分からないんですけれど、前回よりその全体の動きを意識することができたかなと思っていて、前回参加した時は本当に自分の読むパートですとか自分の喋ることで精一杯になってしまったんですけれど、今回は自分の喋っているパート以外でも誰がどんな風に動かなきゃいけないのかっていうことを意識することができたかなと思っています。はい、それではじゃあインタビューは以上となります。 MC お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。